おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。時間がわからんからね。はい、はい、ご乗車ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。うどんタクシードライバーのラムです。このチャンネルではさぬきうどんを世界に広めようをテーマに、日本一いや世界一を目指すご当地タクシーのうどんタクシーが配信しております。イエイ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 。じゃあ今日も、うどん屋さん行きましょうか。元気に行こう。元気に。今日これ今セットしてるんですけど、今日はあれでジャンプしてみる。そこまで。せーの。移動なさい。おや。今日はこれで行きましょうか。行こうか。よっかいし。名古屋行きやけどいい？つまぶし食べましょうか、ほなら。ほなら食べようか。じゃあどうぞ。ありがとうございます。詐欺ないんかい。あかんやんけ。いや、怒られよ、怒られよ。行こう。行きましょう。でかっ。将来の、ほら、取得予定やけん。運転せないか。ドライバーどこるんや、見えんやん。多分前から見たら見えんかもしれん。ねえ、ちっちゃいけん。ここだけ、ここだけ多分。帽子が浮いとるぞ。どこ行きょんですかね。どんなところ、今日はどんなところですか。今日はですか。全然出てこんやん。なんて言ったらいいんですか。自然が周りにある。自然が周りにある。ちょっと小高いところ。そう。それはラム社が言って。自然が周りにあって、ちょっと小高いところにあります。自分言ったこともう一回言ったらできない。なんで言ってって言ったんで、ちょっと言ってみたんですけど。まあそうやな。他には他にはどんなうどんが有名？肉と、あと。キュウリを、わさび漬けにしたやつが。あれたんちゃん。あ、今のは。あ、乗っとるおうどんが有名です。だしはね、まだギリギリいけるんですけど、わさびのツーンってしたのが苦手で。お寿司もいつもさびぬき。なんですか。驚いただけ。人生損する。だからなんかラムちゃんと同じぐらい辛いものが苦手やと思って、好きなんやけど食べれるけどあんまりよけ食べれんみたいな。いや私はそうですよ。でけ印象ぐらいですね。印象ぐらいですね。わさびもそんなには食べれんけどちょっとは食べれる。なんかツンとしたのが一瞬欲しい、けど多かったらマジで死ぬ。好きなお寿司なんですか。お寿司の話になっちゃう。みんな気になっとるかも。エビ。うん。エビか。何？寿司マグロ。ああ。赤身のマグロが好きです。あ、ほなトロとかはいらん。トロとかはちょっとあのすごいんで。っていう話をちょっと聞いてしまった。じゃん。もうちょっと前進んでもらっていい？映ってないまだ。はい、カイジさんです。その1。その1。その2は境での方にあります。11号線沿いに。いやラムちゃんめっちゃ綺麗に止まったね車。はい、止まりました。どうでしょう。
あ、いいね。これちゃんとここへ開いとったんで。うん。うまいこと前で。うん。うんって。やっぱ前からの方がこう、仕留めやすいんで。仕留めやすいんで。ジューンって入れたね。入れました。運転技術向上したね。うん。さすが。はい、到着しました。到着しました。じゃあ、通します。こっちに。あ、俺、あ、ちゃんと綺麗に止めとった。ごめんごめん。ちゃんと止まっとったわ。もう。危なかったですよ。危ない危ない。あっちにもうまいこと止まってる車でね。あっちにもうまいこと、はい、そうなんですよ。で、どこやねんっていう話。そう、どこやねん。もう、下る、車の下りとか、変な寿司の下りとかしかしてないけん。はい。じゃん。カイジさんに、やってきましたー。イェーイ。その1。その1に。はい。で、メニューが、近づいていただいてわかるんですけど。めっちゃあるんですよ、種類が。これや、肉わさび漬けぶっかけ、一押しね。でも今気になったのは、うん、これまかないねと、これ、これ肉豆乳うどん、うん、肉担々うどんと、あ、肉豆乳、あと、冬限定焼きの鈴鹿、大好き。なんか今日朝、ラムちゃんに会った時に禁断症状が出とったって言ったやろ。うどん食べれんけん、最近うどんが食べたくて、あの、コンビニでちくわと卵の天ぷらが乗ったやつ、ぶっかけうどん売っとるコンビニがあるんですけど、うん、それを買おうかなっていうのをやっちゃった。やっと食べれるね、うどんが。食べれるんで、じゃあ楽しみに入りますか。はい、私はあれな気がする。あれを頼む気がする。どれですか。分からん。ほんまに決まってない。10月26日。え、今日は？今日はね、9月。あ、じゃあまだあと1ヶ月。うん。10月26日木曜日、皆さん高い出て2周年イベント。くじ引き大会、1等は全額無料やって、ぜひ行ってみてください。高い出てってこと？その2の方？うん、その2の方ね。その2の方。はい、何しましょう。まかないの小中大。小の暑い。冷たい。はい。まかない冷やし。わかりやすいのか。表示が。うんって。うんって言いながら。ちくわ取ろうでしょ。だってめっちゃ美味しい。うん、取りな。お腹が減りすぎとるらしいから。天ぷらもめっちゃ美味しそうやん。全部食べたい。一口ずつ。それは困るやろ、お店の人が。はい、まかない冷やし。肉が少し温かくなってます。はい、醤油と黒胡椒をかけて食べてください。はい。どれくらいかけたいですか？どれくらいですか？醤油。醤油、一回しちょっとぐらい。うん、肉も結構味入ってます。わかりました。ありがとうございます。私がまかないのやつ、ドルーンを分かっとったんかなっていうぐらいめっちゃスムーズに出てきた。ほんまや、早かったよね。よいしょ。お子様も連れてこれるね。お子様も来れるね。え？そうですね。うん。私の方を見て言わんといてくれ。こんな感じの店内。こっちにもお部屋があります。念願のうどんです。
ただきます。もうちょっと声、あのうどんの応援応援する時ぐらいのいただきますみたいないただきます。うん、いた、何と飲まれたんですか。今日はまかないっていうメニューにしてみました。はい、で、醤油と黒胡椒をかけてお召し上がりくださいって、うん、醤油が一周とちょっとって言ってました。こんなもん、うん、まあ、足りなかったら追い醤油追い醤油、いや、胡椒はちょっと後からにしよう、うん、じゃあ食べましょう。はい、先に割っちゃった。混ぜる？混ぜます。うん、あ、ごめんなさい、近づきすぎて、うん、ボフって食べる。うわ、麺と、もや絶対食べ応えある。ほら、おお、いただきます。はい、うんふん、はいや飲むどこ行ったかと思った、うどんがもう吸い込まれていった。うん、めっちゃ味しっかりついてますね。へえ、うんうん、おいしい。うん2週間分の、うん、胡椒かけなくてもめっちゃ味しっかりついてます。鳥、うん、鳥、全然コメントせんとどんどん口に放り込んでいくやん、鶏肉ついつい、うん、早すぎるんやけどおいしい、うん、どんな感じの味は、辛いとか甘いとか。辛いくはないんですよ。うんうん、塩コショウしとると思うんですけど、うん、それとこの醤油とあの卵のとろっとしたまろやか感がめっちゃうどんに合います。で、うどんもこの一本一本がめっちゃ太くてもちもちなんで、うん、歯ごたえがあって、うん、美味しい。食べよる途中にコメントさすなよ、今食べよるやんけ。私に全部うどん先食べさせてからコメントをもらってくれんって思うよるような気がする。私はただうどんを食べたい。いえ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 。今日取ったのは明太マヨのちくわ天です。つい取っちゃった。なんか待っとったんで。誰が、うん、この子が、うん、取ってくれっつって続けて今のまでもういたし、あ、で待ってました。うん、あ、いい匂いする。うんうん、一口で半分がまたなくなったわちょっと残しとってな。でも一口で半分なくなったってことは、うん、もう一口で全部なくなるということ、うん、中にこの明太マヨのクリームが入ってます。うーん、めっちゃ美味しい。残してくれたようや今から黒胡椒入れていこうと思います。でももうすでに割とこの、あ、
あ、ソフトクリームだな、うん、割とこの味がしっかりついとんで、そのままでも大丈夫やと思いますし、絶対美味しいわ。見たらわかる。しかも嬉しくなるぐらいの肉の量や。うまいね。うん。うん。飛んできた。やられてしまった。よし。美味しい。美味しい。うん。また味がめっちゃはっきりついて、うん、なんか、うん、うどん食べきった後にご飯入れてこうかき込みたい。へえ。いけるよね、うん、今日すごいね。今日は止まることがなかったね、うんうん、だって禁断症状で出とったんで、うどん食べたくて、うん、すごいな。あ、ごめんなさい。美味しかったね。満足。満足。ごちそうさまでした。今日はまかないメニューのおうどん食べました。鶏肉が味がめっちゃしっかりついてて、で、太麺なんですけど、それにこの鶏のしっかり味ついたやつと、あと生卵とこの醤油味がすっごい美味しかったです。しかも肉もちょっとしか乗ってないんかなと思ってあーって思いよったんですけど、最後にもうめっちゃ肉っていっぱい入ったんで、うん、嬉しかったです。女性は小で満足できるぐらいだと思います、うん、ぜひ食べに来てください、はい、ごちそうさまでした。食べてないことになってる。食べてないことになってる。食べたいマヨちくわ天ぷら、うん、もう美味しかったです。一瞬過ぎたい。忘れとったやつ、うんうん、だってサイズがちょっとちっちゃめに作られとって、うん、まあ、食べやすいんですよ、うん、めっちゃくちゃ。多分あれが量が多いと、また辛いのが苦手なんで、明太のこのピリピリがちょっとあーってなるかもしれないんですけど、めっちゃいいサイズで食べやすくて美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。せーの、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また来てください。ご視聴ありがとうございます。もしうどんタクシーに乗りたいなと思ったそこのあなた、はい、スマホまたはパソコンでうどんタクシーを検索、ホームページまたは電話から予約ができます。ちなみにどれくらいの値段なんですかね。ちなみに60分1時間が、5400円で、90分1時間30分コースが、8100円で、120分のコースが1万800円になっております。で、タクシー自体は1台貸しになるので、1人で乗るより2人3人4人で乗っていただいた方がお得です。はい、ヘラムちゃん以外にもすごいベテランのドライバーさんがいるので、よかったらぜひご利用ください。はい、お待ちしてます。電話番号言いますね。電話番号言って。080の個人番号やねんか。
お間違いなく、うどんタクシーの予約の方にお願いします。はい、お待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。